ついに開幕したフォーミュラ日本。決勝を迎えた鈴鹿サーキットは朝から開幕を待ちわびた大勢のファンでにぎわい、被災地へエールを送る活動も積極的に行われました。ではここで2列目スタートとなった昨年度のチャンピオンオリベイラ選手と星野監督、そしてルーキー最上位の8位からスタートする国本選手のインタビューをお聞きください。I'm positive after the warm up because the car feels quite good under heavy load of fuel. So I'm confident that in the race I can pick up some places in the front. 101% 行くとちょっと危険度が多いんで、よかって安全守って 95% じゃちょっと手抜きすぎね。100% で要するにベスト最高の力を出せば必ずいいその結果が出るということで言ってますけど、ちょっとイライラしてますね、正直。自分の悪いところも分かったんで、あそこだけ集中して走った結果、Q3 まで残れたんで、で、予選走ってみてまたいろいろ勉強できたんで、次に行かせればいいな。そして午後1時45分、フォーミュラ日本2011第1戦の決勝がスタート。ポールポジションの山本が出遅れた隙に小暮がトップを奪うと、なんとその後ろには6位スタートのロッテラーがジャンプアップ。しかし2コーナーで山本がスピンすると、これにオリベイラが巻き込まれ順位を大きく落とします。そして5周目、ルーキー中島和樹がピットイン。チームは早めのタイヤ交換と燃料給油を済ませる奇襲作戦に出ます。一方こちらはルーキー同士のバトル。8周目の1コーナーでカルダレッリがインペラトーリをアウトからパスして9位へ浮上。しかしこの直後、カルダレッリはスプーンコーナーでコースアウトしレースを終えてしまいます。レースは15周を経過し、トップ小暮と2位ロッテラーが3位以下を大きくリード。トヨタ勢では大島が3位、ルーキーでは国本が4位、インペラトーリが8位、佐賀が10位、中島和樹が12位を走行中。そして23周目、トップの小暮がピットインすると、先にピットを済ませていたロッテラーが逆転に成功。これで見事トップに躍り出ます。しかしそれとは対照的にピットで泣いたのがルーキーの国本。国本はエンジンがかからず13位まで順位を落としてしまいます。そして27周目、暫定トップの平手を最後に全車がピットインを済ませると、3位にはなんと中島和樹が浮上。チームの作戦が功を奏します。結局レースはロッテラーが逃げ切りに成功し、幸先の良い1勝をゲット。2位は小暮、3位には中島和樹がフォーミュラ日本デビュー戦で見事表彰台を手に入れました。I had a great start. It was really good. Then I was behind Kogure and I have to thank my team because they did a great pit stop very fast. It was a perfect strategy. And I was really happy with the car balance. I could push every lap, enjoy, have fun and it's a great day. 3位はちょっと出過ぎかもしれませんけど、作戦通りもう最初に入って、みんながペース悪いところを単独でできるだけプッシュして、ちょっとタイヤが持つか心配だったんですけど、うまく持たせることもできて、チームとしてもアンドレが優勝して、僕も3位で、ちょっとアンドレに負けたのは悔しいですけど、ポジション考えればすごくいいレースだったんで、チーム全体でいい結果が取れてよかったです。とにかく完走してとにかくペースを落とさないように、自分のできる範囲のペースでミスのないようにちょっと少しずつプッシュしてた感じでした。で、エンジンが止まっちゃって、ちょっとトラブルがあったんで、でも最後まで走り切ったんで、いろいろ勉強になったし、よかったと思います。Actually, I'm a little bit sad because I think we were quite fast. I could stay with their group and I was catching them.